皆さんこんにちは、村田です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、皆さんカメラストラップって何使ってますか？最近僕 M10 を迎え入れてカメラストラップを探してたんですよ、ね、M10 モノクローム、今ねメインで使ってる M10 モノクロームは以前紹介したアクリューさんのカシレッタ4ライカンですね。こちらを使ってます。もうだいぶ柔らかくなってきていい味が出てきてます。これはもうずっとね、これのカメラにつけて用と決めてるので、ただこれをもう一回買うとなるとね、またかなり時間もかかるし、なんか他にいいのないかなと思って、今既存であるあのロープストラップをちょっと結んでね、70、80センチぐらいにして使ったりとか、いろいろと試したんですけど、なんかしっくりこなくて、で一つ試しに買ってみたらめちゃくちゃ良さげ、いやというか良かったので紹介します。今回僕が M10 用に買ったストラップというのがこれです。ユリシーズさんのカメラストラップになります。革ですね。はい、ね、ここが細くてちょうどショルダーの部分はね太くなってるんですよ。で裏が茶色、これね、なんか硬いのかと思ったらめちゃくちゃそんな硬くなくてすごい気持ちいいです。で長さが2種類、105センチと120かながあって、僕はね105センチが大好きで、こうかけた時に、まあ、僕の身長だとちょうどお腹ぐらい、ここのベルト部分よりもちょっと上ぐらいですぐ取れる。でこの長さだとギリギリね斜め掛けできるんですよ。まあここら辺になるんですけど、このサイズ感が僕好きで、後ろにやってもここら辺カシレッタ M10 についての110センチなんですけど、110センチはねこうやってやった時にちょうどねこのズボンの一番上のところら辺に引っかかって少し違和感があるんですけど、105センチはめちゃめちゃいいです。はい、お値段もね、まあ、そんなに安くはないんですけど、まあ、ずっと使えるものだと思うんで、まあ、しばらくというかずっとこれを使っていこうかなと思います。他にもこのここだけの細い用のストラップだったりとか、ハンドストラップとか、全部がちょっと太めのストラップとかいろいろ出してるんですけど、初めて買ったんですけど自分で、ここのブランドのものとてもね良いですね。やっぱこれだけ太さがあると肩への負担が全然違う、本当に。まあね、巻いてもいいんですけど、こうやってで巻くのもね意外と全然難しくないというか、硬すぎないんで巻きやすいです。まあ体にも優しい、そして質もいいというね、このストラップ、皆さん迷ってる方いかがでしょうか。パラコードのヨセミテさんとかも迷ったんですけど、どうしても僕ねパラコードのやつはずっとかけてると繊維が擦れて痛くなっちゃうのがどうしてもダメで、やっぱり革にしようと思って今回このユリシーズさんのストラップを買ったよという報告でした。私は105センチです。商品名がレザークラシコ、レザーストラップクラシコバリアンテというそんな名前だったと思います。あの概要欄にオンラインショップ貼っておくので、ぜひ気になった方は見てみてください。はい、ということで今回短いですけどもストラップ、私結構おすすめです。このストラップとてもかけやすかったです。ぜひ迷ってる方は一度検討してみるといいかもしれません。これからも、ライカを中心にカメラのことだったりとかグッズのこと、あとは僕靴とかバッグ好きなんで、そういう普段ね着てるものとか身につけてるものの紹介をしていきたいと思いますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。